4月2日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございますそして皆さんおはようございます「クリームタイプのソープ」という文字を見てクリームタイプのソーだと思ってしまったシスタークレアです 4月が始まって2日目なんですけれどもそんな今日4月2日は国際子供の本の日こちらは童話作家のアンデルセンさんが誕生日が4月の2日だったことから制定された日だということです子供の頃本当に本が好きで 本がたくさんある図書館や図書室そういったところをよく利用していたなぁと思います幼稚園に通っていた頃も本棚というのがあってそこから本を引っ張り出してきては読んで絵を描いたりそんな風に過ごしていた子供の頃を少し思い出します 本は普段自分が経験できないことを空想の中ではありますが疑似体験できる素敵な機会だと思うのでたくさん本を読んでこれからもいろんな気持ちやいろんな言葉やいろんなことをしていけたらいいなと思っています好きな絵本の話も またできたらいいですね。それでは今日も少し役に立つ英会話を紹介していきたいと思います。今日のちょこっと英会話フレーズ今週は会話によく出てくるフレーズをご紹介します。 No、way. 信じられない <laughs> こちらはあの洋画とかでもよく聞くようなフレーズなんじゃないでしょうか本当にオーバーな表現ですね何それ信じられないという言葉を言葉じゃないや気持ちを伝える時に No way 唖然とするようなそんなような 表現だと思います皆さんもぜひ使ってみてくださいそれでは今日のちょこっと占いあなたは探検家です探検をしているとあるものを見つけましたそれは何だった ?1 宝箱二 宝の地図3幻の果物さあどんなものをあなたは見つけたんでしょうか考えましたかそれでは1の宝箱を選んだあなた今日はお部屋のお掃除をすると開運できた。 んできそう <laughs> いい運が舞い込んできそうですあなたの帰る場所を落ち着ける空間にしてみてくださいお花や観葉植物を飾ってみるのも吉ですそんなあなたの今日のラッキーご飯はホットサンドですホットサンドっていうのはしてますか 調べてみてくださいねミノ <laughs> 宝の地図を選んだあなた今日はいいアイディアに恵まれる日で思いついたことはメモをしておくといいでしょうあとでしっかり役に立ちそうですよそんなあなたの今日のラッキーゴハンはお肉のワイン煮です 3の幻の果物を選んだあなたは今日は相手が喜んでくれそうなことをしたり言葉をかけてみてください素敵な笑顔の連鎖が起こってあなたも嬉しくなりそうですそんなあなたの今日のラッキーご飯は林ライスですそれでは今日は火曜日社会人始まって2日目の方は またドキドキしてるのかな皆さんも環境が変わったりして、緊張したり、気づかないところで気を張っていたりするかもしれません。少しでもリラックスができますように、今日も元気に、いってらっしゃい。<laughs>